特別な席では白書や鶴も食べておったらしい。正太子は魚が好きで、鮭やイクラ、アユなどに目がなかったそうじゃ。潤化のために皆が、ただお口にできるように価格を低く抑えさせたりもしたのであり。魅力的な投資だったのね。定価取りの野望を胸に。